こんにちは、ザッキーです。さあ今回は世界カメの日、カメの魅力を紹介をお届けしたいと思います。世界カメの日、それは5月23日の記念日として、アメリカの非営利団体アメリカントーダスレスキューが2000年に制定したもの。カメについて知り、カメに敬意を払い、カメの共存と繁栄のための人間の手助けをする日とされている。はい、というわけでカメちゃんの魅力を話していきたいんですけど、その前にせっかくなのでね、カメちゃんのおさらいからしていきたいと思います。カメには大きく2種類存在していて、ここに見えているリクガメと、こちらに映っている水生ガメですね、水の中に住んでいるカメがいます。このカメちゃんたちは爬虫類に属してて、まあ、ヘビとかトカゲとかと同じ、まあ、仲間っていうか種類になっています。人類が哺乳類っていうのと同じですね。で、このカメちゃんは肺呼吸をしてます。こうやって水の中にいるけどね、エラ呼吸じゃなくて肺で呼吸してますよ。意外とね、知らない人がいるみたいで自分びっくりしちゃったんですけど、まあ、あんまり動物とか興味ない人からしたら、まあ、結構どうでもいいことなのかなと思うんですけど、今日は世界カメの日なのでね、ぜひ覚えてもらえれば嬉しいです。さあそれではカメの魅力を紹介していこう。まずはカメって他の爬虫類とはまた違って、懐いてる感覚に近いものがあると思うんです。こうやってね、指を、まあこれ実際はただ餌をね求めてるだけなんですけど、懐いてるような感じがしますよ。なんかヘビちゃんとかだと、まああんまりね、夜行性とかっていうのもあって引きこもったりしてるけど、このカメちゃんたちはこうやってね、人のとこに寄ってきてくれたりして、まあ人懐っこい子が比較的多いのがカメの魅力だと思います。魅力その2。カメはね、結構動くんですよ。動くっていうのは結構見ていても楽しいと思いません？ヘビちゃんとかは結構ね、引きこもったりすることが多いんだけど、これカメちゃんとか、ね、結構動いてくれたりするんで、まあ見ていても面白いかなと思います。でこちらに映しているのはリクガメ、陸に住んでいるカメですね、さっきと違ってなんですけど、この子たちもほら、まあ今のあの子はね、ちょっと今光を浴びて体を温めているとこなんだけど、でもああいうところも可愛くないですか。やっぱ見て、この足、この足可愛いでしょ。こうやって温まってるんですよ。おじさんみたいでいいよね。あの子みたいに活発に動いてくれます、カメちゃんは。なのでね、見ていても楽しいし、まあ、あの子に至ってはね、こうやって呼べば寄ってきてくれるんで、その点も可愛いですね。ちょ、今日は調子悪いかなほら、寄ってくるでしょ。カメちゃんは比較的おとなしくて、まあ、動きがね、そんなに素早い子ではないので、子供とかでも安心して、あら、食べようとしてんの、安心して触れるっていうのも魅力的かなと思います。ぜひ動物園とか水族館にリクガメちゃんはいるので、見てもらえれば嬉しいと思います。見て、これ可愛いでしょめっちゃ可愛いよね。どうですか、カメちゃんの魅力気づいてもらえました？すごい可愛いでしょ。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。カメちゃんの魅力に気づいていただけましたでしょうかまあでも、うちのチャンネル見てくれてる人はカメ好きの人が多いのかなと思うんですけど、可愛いでしょ。なんだろうね、このゆったりとした動きも可愛いし、このフォルムも可愛いよね。この丸いフォルムっていうか可愛いよね、カメちゃん。ぜひね、リクガメとか興味持った方、まあ、欠点としてはね、設備に結構お金かかっちゃうかなっていうところがあるけど、まあ、そこさえクリアできれば本当に飼いやすくて素敵な爬虫類なので、ぜひ皆さん飼ってみるといいと思います。わかんないことがあったらたくさん聞いてもらえれば、できるだけ答えたいと思うので、よかったらカメちゃんに興味を持ってもらえたら嬉しいです。はい、というわけで今回は世界カメの日、カメの魅力に気づいてもらおうという回でした。バイバイ。